ははいこんばんば、えー、本日この回はですね、えー、昨日ですね、22日ですね、えー、小池百合子さんが、えー、この八丈島に渡ってですね、そしてね、そこでね、あのー、今度の都知事選のですね、えー、この告示後の街頭演説のですね第1回ですね、まあ、初めての街頭演説ね。 えー、それを始めたんですね八丈島でですねでそれを追ってですね、えー、その小池さんを追って、えー、僕もですね八丈島に渡りました、えー、そしてねまあそこで色々いろいろと何て言うかな、まあ、ドタバタ劇みたいな感じがあったんですけども、まあ、そのことをね今日は特別報告スペシャルリポートということでですねお届けしたいと思います まずね、えー、っと僕はね、えー、この、えー、小池さんにですね、まあ、何ていうかな、まあ、いてね、八丈島に渡るということで、えー、昨日ね、えー、この八丈島行きのですね、全日空便便ですね、えー、飛行機ですね、えー、これに羽田空港から乗ったわけなんですけども、まあ、それでね、一番最初に、いーこのツイートって言いますか、あのポストしたんですね、えー、この飛行機がですね、 ま八丈島に向かって、えー、このスタートするですね、えー、直前にですね、えー、これをポストしました。そのポスターでこういうふうに僕は書いたんですね。えー、今、あ八丈島行き ANA、e、便が出発直前、小池知事は7、8メートル先、これから夕刻まで同行するわけだが、なぜ八丈島を選んだのか。 都庁記者クラブの記者たちは確認しただけで78人フリーはー事前の情報交換では23人だろうやはり我々忖度なきフリーを近寄せないためと思われるしっかり質問しようというねまあこういうまあ首相なね、えー、ポストをしたんですね。 でねこれはね、えー、ものすごいね数のですね、えー、人たちが見てくれて、えー、まあビュー数っていうんですかこの見た数見た人の数が、えー、52万人を、ね、超えました、えー、それからいいねがですね5,300を超えましたね、うん、まあそんなような状況でね、えー、そしてね、あのー、このですね ANA 機がねエンジンをバーッと吹かしながらですね、えー 空に飛び立ったわけなんですね、うん、でねこれねやっぱりねその小池さんが八丈島でね第一声を上げるということで、えー、これマスコミとかね関係者がねこのこの飛行機にねあの随分ね多く乗ったんですね、うん、これね1日に3便しかないのでですね、えー、でこれみんな乗ったわけですよね、うん、えー、そしてね えー、ここで僕はね、都庁記者クラブの記者たちは、確認しただけで7、8人って書いたんだけども、えー、これは僕が分かっただけで、あとでね、えー、いろいろ見てみたら、7、8人どころじゃなくて、まあそうですね、20人、30人、えー、という感じでね、来てましたね。うん。そしてね、これね <laughs>、あのー、あまりにね、えー、これ満席状態なんですよね。満席状態で、えー、ものすごくね、 機体がね、重くなっちゃったんですね、飛行機が。なので、こうね、八王子まで着陸する時にですね、えー、機長からまあ、アナウンスがあってね、こんなアナウンスがありました。うん。えー、本日はあの機体が重いので、えーえー、着陸してから、えー、急なブレーキをかけることになりますので、 強いブレーキをかけることになりますので、まあ、スマホなんか手に持っている人は、まあ、それがね、よく落っこと,ってし,っことしてしまうので、気をつけてくださいっていうね、アナウンスがあってね。で、どういうね、着陸かなと思ったらね、すっごいブレーキでした。ね。うん。着陸したらね、ぎゅーってね、前に飲めるようなね、すごいブレ,あのブレーキね、急ブレーキかけてましたね。うん。ね。まあ、そしてね、八丈島に着いたということですね。 八王子もついてね。まあこれね。えー、まあ八王子もついてはいいんだけども。まあこれはね。まあ僕はね。まあてっきりタクシーをね。まあすぐに捕まるだろうと。ね。うん。そして場合によっては、小池さんをそのタクシーで追いかけてもいいなというふうにもう考えていたんですよね。だからそれはね、全然甘い考えでしたね。うん、というのはね。えー、これ後でね。俺も聞いた話なんだけども。 このタクシー運転手さんにね、後で聞いたんですよ。そしたらね、あのー、とにかく、急にね、この季節外れにですね、まあ、小池さんが急に来ることになってね、ね、うん、でこのタクシー会社のこのタクシーですね、これがね、もう随分ね、まあ、予約されちゃったって言うんですよね。うん、えつまり、この特にねテレビ、テレビですね、うん うん、テレビほテレ、えー、テレビ会社ですね。それがね、まあ貸し切り状態ですね。一日貸し切りみたいなね、えー。そんな感じなんで、すごくね、少なくなってるんですよ、タクシーがね。うん、ね。これなんかね、2、3日前、えー、小池さんが来る2、3日前にね、突然ね、その問い合わせがね、入り始めたっていうんですね。うん。まあ、要はですね、他のね、このなんていうかな、あのー、 文字の方だけのですね、媒体のね、この記者に聞いたらね、うん、その記者は、まあ、1日前と言ってましたね。ということは、テレビの方が2、3日ね、前だから、まあ、早く連絡したのかなと思うんですね、小池さんサイドはね。これ、なんでかっていうとね、これはもう分かりきった話じゃないですか。要は、テレビに放映されないと、放送されないと困っちゃうわけですよ。宣伝にならないじゃないですか。ね。 ああなので、えー、テレビ、テレビの方はね、このスタッフとかですね、いろいろね、準備がいるので、まあ、2、3日前に特別に知らせたということだと思うんですね。ああまあ、そんなような状況だったですね。そしてね、空港に着いて、ね、そしたタクシーがね、全然ないんですよ。もう一台もないっていう状態なんですよね。うん。でね、その時僕ね、 まあ、運転免許証をね、忘れてきちゃったんですよね。<laughs> なので、レンタカーを借りるわけにもいかないんですよ。ね。うん、まあ、そして、ね、そこでね、まあ、これ言ってもいいと思うんだけども、日韓現代のね、えー、記者の方がいるんですね、うん。で、この記者の方とはね、まあ、取材を通して、まあね、えー、他の方と一緒にね、まあ、親しくなった、まあ、あーまあフリー、フリーのね、フリーランスの記者じゃないんだけども、まあ、なんとなく親しくなったね、記者なんですよ。 まあ、そしてね、えー、その記者はね、日課現代の記者はすごくできる人で、きちんとね、えー、レンタカーを借りてですね、足を確保していたんですね。うん、でとにかくね、まあ、僕はその人に頼んでね、えー、僕はナビゲーション、ナビゲーター役をやってですね、まあ、そしてね、えー、小池さんが向かうところにですね、行きました。ね、そんなような感じでしたね。うん、そんなような感じ。ね、うん、そしてね、 えー、向かった先がですね、向かった先が、えー、これ、悠々牧場というところなんですよ。悠々牧場ね。うん。これはね、悠々牧場っていうのはね、あのー、これね、八丈島っていうのはね、かつてね、このなんていうかな、酪農王国と、酪農王国と言われていたんですよ。森永乳業なんかもね、この練乳工場をね、えー、置いてですね、 もうものすごくねえー、っとこれねえー、っと1963年頃か1万7000頭の乳牛がね、あのー、飼っていたんですよねでこう学校給食でね我々のね、まあ、特に東京に住んでいるね、うん、八丈島で牛乳がね出されていたっていうことなんですよまあだけどもねとにかくね、まあ、産業構造ねいろいろ変化してですねこの酪農が衰退していってですね今ね八丈島の酪農経営はこの悠々牧場だけ ということなんでですよねなのでここでね悠々牧場ってのはまさにね2012年からこのジャージー牛ですねこれを買ってですねそしてこの八丈島のこの自然の中でですね自然の中で何て言うかな自然にねあのこのなんていうかなあの 牛舎につな,がつ,なつなげるんじゃなくて自然の中であの育てているということなんですよ。ね、そういう、ね、ユニークなところなんですよね。うん、でこの悠々牧場をまずね目指してね行ってね、うん、そして、えー、この時間にね間に合ってですねそしてそこにね、えー、小池さんがやってきたわけですよ。ねうん、で小池さんがやってきて、えー、これはね まああのー、そのね、悠々牧場のね、社長さんですね、まあ、その説明を受けてですね、まあ、我々ね、あのー、このマスコミ人はね、あのー、そこで待ち構えてますからね、うん、そして、えー、小池さんは、その説明を、社長から説明を受けて、そしてね、えー、このお乳牛ですね、えー、これにね、餌をね、えー、やると、まあ。そしてテレビカメラとかね、まあ、写真とかみんなあそれで撮るじゃないですか。ねまあ、一つの宣伝になりますよね。 うん、でそのね、乳牛の名前がですね、名前がどういうわけか、ゆり子っていう名前なんですよ。カタカナのね、カタカナのゆり子。ね,うん、でね。我々記者仲間でね、本当にゆり子だな、みたいなね、まあ、そんなようなね、あのまあ、話もいろいろしましたけどね。うん、そして、えー、小池さんがそのゆり子に対してね、えー、このね、草って餌をやってるわけですよ。ねうん、これはね、普段はね、 えー、これはマグサっていうんですかそういうね、あのー、この八丈島のね、特産のですね、それを与えてるって言うんだけども、この時はなんかね、明日はって言ってましたね。明日を与えてましたね。小池さんがね。うん、で、その時にね、まあ、みんなね、それを映してる様子をね。うん、で、えー、本来であればですね、そこにね、フリーランスの記者ね、これをね、まあ、想定してなかったと思うんですよね。まさか八丈島で来るまいと。ねうん、ところが、 ね、そこにですねフリーランスの記者がなんと2人もいた2人もいたということでねその1人がね僕だったんですよね。ね。うんそして僕がですねあのそこであの小池さんにねいろいろ聞いたわけなんですよ。ね。遠慮しゃくなく忖度なくね。うんそしてねそれをねあのー、ねこ,うどこのスマホをかざしながらですね、まあ、動画でね えー、撮った、撮ったんですよね。うん。ね。ところがね、ところがですよ。ね。ところが、後でその動画ね、確認したんですよ。う,ん、うまく撮れてるかなと思ってね。そしたら、えと思ったんですね。というのは、それ失敗しちゃったんですよ。ね。失敗しちゃった。どういうことかというと、えー、このスマホね、<laughs> スマホ。これで撮るときにですね、ね。あのー、写真モードと、それから動画モード。 これ選択すするじゃないですかで最初。最初ね写真モードになってるんですよね選択しなければねうんでね僕それをねすっかり忘れてて忘れていて写真モードだったんですよなのでね小池さんが近づいてくるね、えー、その写真1枚それしか写ってなかったっていうね大失敗しちゃったんですよねうんこれは本当にねいけないですよねだけどそこにですねもう一人のフリーランスのですねジャーナリストがねいたんですよ これがね横田はじめさんなんですよ横田はじめさんね、うん、横田ははじめさんはねこの人やっぱり行動力すごいですね。うん、あのね、えー、僕はね、そのね、親しくさせてもらっている日韓現代のね、この記者のですね、レンタカーでね、まあ、あのー、足があったんですけども、横田さんはなんとね、レンタサイクルですね、オートバイ、オートバイといってもね、この、まあ、なんていうかな。 スクーターみたいなね、形ですけどね。まあ、スクーターをね、借りてね、それで、まあ、追っかけみたいにして、小池さんの後を追ってましたよ。ね、うん。で、その横田さんもですね、その悠々牧場に駆けつけたわけですよ。ね。そして僕のね、そうだな、3メートル、2、3メートルかな。えー、ね、2、3メートル横でですね、えー、横田さんもこう構えて、それ撮ってたんですよ。ね。うん。そして後で、 わけ話してね、そして横田さんが、あ、それは僕も撮ってますから、それは後でね、うん、提供しますよ、お渡ししますよっていうね、ことを言ってくれたんで、ね、これから紹介する動画は、横田さんが、横田さんの提供する動画です。ね、で最初に僕が質問して、ね、それをね、あの小池さん無視してるんだけども、その後横田さんも質問してる。まあ、そういう動画ですけどね。まずね、 これをねご覧になってください。まず最初の動画ですね。まずこれをどうぞ見てください。どうぞ。ユリコがユリコに。これは行政法違反にはならないですよね。小池さん、あの選挙区、七十六年にカエル大学卒業なってんだけど、その年の五月に新旧試験落第してるんだけど、ああそれは。

やるね <laughs> <laughs> ありがとうございますちょっとと食べ過ぎじゃないいありがとうございますささんんが,が、えー、お父さんとお話し引っ張る力。 はい、じゃ、あこれなしとしましょうね。はい,はい。食欲旺盛でございます。はい。はい、学歴詐称問題はノンコメントですか,はですか、ね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、あと八条生徒頑張ってよ、ね。はいはい。ありがとうご

えー、僕と、まあ、それから横田一さんがね、まあ、質問して、まあ、それをね、えー、無視してねあのー、ね行かれたわけなんですけどもね、うん、でそしてね、えー、これ動画では映ってないんですけどもその後ねまあ,あとにかく小池さんがねスタ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 っと行っちゃったんで、ねえー、僕とかね横田さんが追いかけたわけなんですよ。ねうんえー、質問をねさらにしようとしてですね 追いかけたんですよねそしたらね、まあ、そこで立ちはだかるんですよね、うんえー。これはね、小池さんのスタッフがですね、立ちはだかるんですよ。そしてね、癌としてね、絶対もうこれは通してたまるもんかみたいなね、えー、ことをで,ですね、立ちはだかるんですよね。そして、ここは周知だとかね、うん、めちゃくちゃなことを言うんですよ。ここは周知だ、ね、うん、そんなこと言うなみたいなね、感じでね、立ちはだかるんですよ。ねうん そしてね、そのね、まあ、緑のね、あのー、T シャツを着たですね、そのスタッフがね、あまりにね、えー、なんていうかな、言葉遣いも乱暴なんでね、僕はね、問い詰めたんですよ。あなたは誰ですかと。ね、あなたは一体誰ですかと。ね、まあ、というふうにこうね、こんなことやってるからね、あなたは一体誰ですかって聞いたんですよね。そしたらね、そのスタッフがね、えー、なんて言ったかっていうとね、びっくりするのが言ったんですよ。ね なんんて言ったとこう言っったたと、こうですよ。俺を知らんのかっていうね <laughs>。俺を知らんのかって言ってね、凄んだんですよ、ね。俺を知らんのかって、そんな知るわけないじゃないですか。ね。スタッフのことなんかね。うん、ねそしてね、僕はね、うん、いろいろ確認しましたよ。ねまあ、周りの人にもね、まあ、聞いたりですね。そして、えー、ですねその、もちろん顔を、ね、よく覚えてましたからね。うん まあこれ東京都議だということなんですよね。都議会議員ですね。うん。で、都議会議員でね、顔も確認しましたよ。あ、この人かと。ね。うん、だけどね、これ、まあ,あ、確認は取ってないんでね。うん、まあ、間違いないと思いますけども。だけどまあ、一応ね、えー、確認は取,取ってないんで、名前はね、えー、言いませんけども。あまりに乱暴なんでね、ちょっと驚きましたね。うん。あまりに乱暴かつね、 あまりになっちかな、横暴な言い方じゃないですか。ね。あなた誰ですかって聞いたら、俺を知らんのかっていうね。<laughs> 驚きましたね、あれね。うん。ね。まあ、この時はね、当然ト、都民ファーストの会の都議ですよ。ね。うん。ね。いやー、驚きましたね。この緑の T シャツを着たね。うん。ね。 いやー、ものすごいね、<laughs> 乱暴なんでですね、驚きましたけどね。うん、まあね、なんていうかなうん、このスタッフも含めてね、えー、ちょっとね、あまりにね、えー、なんていうかな、うん、乱暴をちいうか露骨ですよね。うん、ね、うん、露骨ですよ。ね、えー、これはね、ちょっとね、考えた方がいいですねこのね。 記者の活動に対してね、普段からこんなことやってんのかなっていうね、ちょっと驚きますね。うん、ねそしてね、その後ね、えー、その後、あと小池さんにですね、まあ、横田さんをね、このスクーターでね、ずっと追いかけていたんで、まあ、いろいろとですね、ほ、まあ、他に立ち寄った先もね、あのー、これね、突き止めて、ね。うん。 うん、ありましたけどもね。まあそれ横田さんがね、ご報告ね、されると思うんですけどもね。うん、でね、僕はその後、まあ、公式にね、公的にですね、えー、初めてのですね、えー、この国事、えー、後初めての、えー、街頭演説である、速度王校ですね。速度王ってのはね、速度港って書くんですよね。速度ってのはね、まあ、どん底の底ですよね。 うん、あのー、コップの底とかねそういう書く底ですよねそれから土と書くんですねそれで底土って読むんですね底土港ですねこちらの方にね行きましたねうん底底港ですね、えー、こちらの方に行きましたけどもこれね、うん、街頭園図でやるとこねこれね道路を挟んでですね道路を挟んで えー、この我々ねジャーナリストがですねこのスペースがね決まってるんですよねそこにですね縄みたいな縄が張られてですね決まってるそしてその周りにこう聴衆がいるわけなんですよね聴衆、うん、はね何ぐらいに200人ぐらいですかねそんな感じでしたね、うん、そして道路一本挟んで向こう側にですね えー、小池さんがね、まあ、到着してこう喋ったんだけどもその距離がですねちょっと遠いんですねまあ1 0ルから2 0メートルはありましたね、うん、遠いんですよね、うん、まあそれでもね、えー、小池さんこうマイクを使って喋ってるんでねいろいろこうね喋ってましたまあいつも喋るようなことと加えてそれから八丈島との縁とかねそういうことをね、えー、喋ってましたね、うん、そしてね 演説が、ね、終わったところを見計らって僕は、まあね、遠いんだけども一応質問したわけですよ大きい声でね、うんえー、これはね、えー、あなたはね1976年に卒業という、ね、ことにしているんだけどもそれは物理的に年次的に全然合わないじゃないかっていうねまあ、これ素朴なねあの一番基本的な質問を、ね、繰り返しました。ね、うん ね、まあそしてねもちろんそれはね無視されましたけどね、うん、そこでねそこの時もねこの小池さんの,このスタッフですね、うん、この緑色のね緑色だったかなこのスタッフがね、えー、飛んできてねあの僕にね <laughs>、えー、真正面からねあのー、ね邪魔するなっていうふうに言ってましたよ、ねうん、邪魔するなってここは八丈島だ どうして,って、ねえー、八王子まで、ねえー、邪魔するんだっていう、ね、ことを言ってましたね。うん、で僕はねいや八王子島だってこれはねあの都知事選挙なんだからね、えー、都民としてね、えー、こちらはねジャーナリストなんだからこれ質問するのは当然でしょうと何で質問してはいけないんですかというようなね、えー、やり取りがありました。ね うん、まあ、そんなようなね、まあ、何か質問するとね、すぐね、誰かが飛んできたりね、いろいろね、えー、してましたね,、うん、ね。そしてそのうちね、えー、そのうち、えー、小池さんがですね、道路をこちらの方に渡ってきてですね、そしてね、支援者とこのグータッチを始めたんですね、グータッチを。ねそこでね、えー、この記者たちもですね、ね もうこんな、なんていうかな、縄中な乗り越えて、まあそっちの方に行くわけですよ、当然ね。僕もそんな縄中な乗り越えていくわけですよ。ね。そうするとね、まあ、その、小池さんのスタッフたちもね、もう諦めちゃってね、まあ仕方ないな、みたいな感じでね。うん。そして僕はそこでね、あのー、小池さんにね、再度質問しましたよ。ね。小池さんがこうグータッチしてるね、そこにですね、先回りしていってですね、そして質問しました。ね。うん。 その時のね映像、これはね、僕はね、さっきね、失敗しているんで、この時は絶対に失敗し、しまいと。ね。<laughs> ということで、えー、動画モードにして、きちんとね、えー、これをね、あのー、撮影しましたので、そのね、えー、2本目の動画ですけどもね、まあ、これを見てください。ね。どうぞ。 <laughs> ありがとうございました小池さん<っ>1976年5月に進級試験に出してるのに10月に卒業できないじゃないですか小池さんありがとうございました小池さん,池さん疑問に答えてくださいよどうして小池さんはい えー、まあねそんなようなね質問したんだけども、まあ、小池さんはね当然だからもう無視していきましたよね。でもこれねあの非常に基本的なね質問なんですよ、ねうん。僕が聞いていたのは1976年10月にですね小池さんは卒業したと、ね、小池さんの小池さん本人小池さん周辺はそういうふうに言っているんだけども、ね、その1976年の5月にですね 進級試験を受けてるんですよどういうことかというとカイロ大学の2年生にですね小池さんはね編入されたんですよね。で当然ながら3年生に進級しないとねこれいけないわけじゃないですか。さらに4年生に進級しないとね4年生にならないと卒業できないですよね。うん、ところが小池さんはね1976年の5月の進級試験で 失敗ししててるるんんですよ落してるんですよ。ね。その前後関係ねこの女帝小池百合子ねこれ石井妙子さんの本ですけども、えー、これのね骨格部分をお話になった北原桃代さんねこれカイロ大学で小池さんとずっとねずっとっていうかな一緒に住んでいた同じ部屋にで全部見てるんですよね,ね,ね、えー、その北原さんは記録もつけているんですねね それは明らかなんですよ。そしてそれによると1976年5月に新旧試験に落第してねでその結果が 7, 7月にわかるんですよ1976年7月にね、うんで。そこで小池さんはがっくり来てるんだけども、えー、その同じ1976年10月に日本に一旦帰国するんですよ。 ね、当時のサラト大統領、エジプトサラト大統領夫妻が日本に来るということで、ね、でこの小池百合子さんの父親の小池雄二郎さんという人がね、とにかく日本に戻ってこいと。そして、サラト夫人の奥さん、妻ね、その人のアテンド役をやれと。というね、命を受けるわけですよ。そして帰る。そしてね、それをね、まあ、役割をね、するということなんですよ。そしてその際に、 各マスコミのですね、取材を受けるわけですよ。ね。これはみんな、まあ、取材した、した、したからじゃないですか。ね。そういう話というのはね。うん。うーん。ね。なので、えー、これはですね、えー、当時のね、えー、産経新聞ですね、大々的に載ったわけですよ。ね。カエロ大学を卒業した初めての日本人女性ということでね。うん。ね。えー、そして、 えー、写真付きででドーンと乗るわけですよここから嘘が始まってるわけですよ。ここから嘘が、ねうんえー。というようなことがね、あるわけですよね。これが1976年10月なんですよ。そして1976年12月になってですね、えー、そして、えー、小池さんは日本にね、帰国するわけですよ。ねうん、ということは、 1976年7月にその試験結果が分かって、進級試験ね、失敗したと。で、12月に帰った。その間、5ヶ月しかないじゃないですか。どうやって卒業するんですかできないでしょで、これを小池さんに僕はぶつけたわけなんですよ。ね。うん。で、当然ながら、これはね、小池さんはそれを無視したわけですよね。うん。ね。だけどもね、これね、まあ同じような質問してね、まあどうかと思うんだけどもね。 うん、で僕もね、<laughs> 時にはね、やっぱりね、バカらしくなることもありますよ。まあ、どうせ無視するに決まってるということでね。バ、う、カ、ん、らしくなることもあります。ねだけども、これはね、えー、質問することがね非常に重要なんですよね。うん、質問することがな非常に重要で、何より大事なんですよ、ねうん。大事なんですよ。これね、質問しなくなったら、ジャーナリストはもうすでにジャーナリストじゃないんですよ。 ね。うん。質問することは非常に大事なんですよ。100回同じ質問をしてですよ。そのうち1回は何か答えるかもしれないじゃないですか。ね。そしてその答えの中に、ね。何が含まれているか、これはね、わからないんですよ。ね。うん、からない。聞いてみなければわからないんですよ。ね。なので、これね、まあ、旗から見るとね、周りから見るとね、バカじゃないかというね、ことも思われるかもしれ,しれないんだけども、 ジャーナリストはこの作業を忘れたらもうダメなんですよ。ね。うん。ね。質問してみなきゃダメなんですよ。聞いてみないとね。うん。これはどういうふうに話がそこから展開するかわからないんですよ。ね。ジャーナリストなんてね、そんなにね、能力の高い人間じゃないんですよ。ね、うん。質問をね、まず繰り返す。こういうね、地道な作業が必要なんですよ。それが基本なんですよ。ね。うん。 その意味で、この質問をね、えー、控えてしまう大手メディアの記者というのは基本を忘れていると、と僕は思います。ね。うん、僕は思うんですね、えー。特にね、この都庁記者クラブね、うん、学歴詐称のことについてね、全然聞かないじゃないですか。ね。うん、だけどもね、この都庁記者クラブにもね、えー、この事情はあるんですよ。ね。都庁記者クラブの記者にもですね、うん ねまあ、それはどういうことかというとね、これ各社ね、もちろんね、あのー、基本的な確認作業はね、当然ながらみんなしてるんですよ。どういうことかというと、えー、このカイロにね、支、あのー、局を構えてるんですよ。どこの,どこの、ね、メディアもですね。なので、カイロ支局がですね、このカイロ大学にこの確認を取ってるんですよね、うん。で、カイロ大学は卒業していると。 といううううにどうも答えてるようなんですね。うん、だこれは結局は結局はですねこれ何度も説明しましたようにね、うん、これはエジプトエジ,エジプト政府というのはね軍事独裁政権ですからねその元にある国立カイロ大学ですからこれエジプト政府のですね移行というものを無視するわけにいかないんですよそしてエジプト政府にとってはね、うん、これエジプト国家というものは累積債務国ですから 借金がものすすごいんですよね、まあ、どこもね、そうなんだけども。えー、そして、えー、日本のようなですね、友、えー、好国、そしてね、金持ちであると。ね、うん、ここのですね関係ってのは非常に重要なんですよね。なので、日本国も、えー、この有力な政治家ってのは非常に、ね、大事にしてるんですよ。なので、首相をね、これナンバーワン。 それから東京都知事なんて言うとね、もう彼らから見ればナンバー2なんですよ。なので小池さん、カイロ大学卒業ということを言ってる。ね。これはね、いい、ナイスじゃないか。ナイスなね、これ、つながりじゃないか。しかもね、カイロ大のせ、うん、宣伝にもなるじゃないかということで、じゃあ卒業にしておけということになるわけですよ。ね。うん。で、要するにこれは、えー、遠回しに言えば、えー、小池さん側の、これはね、 何、うん、ていうかな、まあ、手を回してるっていうかねまあそういうようなことになるわけですよ、ね、あなのでこれはね例えば小池さんがね東京都知事で亡くなるとかですねそういうふうな状況にならない限りですねこれはね、えー、小池さんは、えー、カイロ大学に守られ続けるという形になるんですね、うん、なのでこれ既存メディアですね、えー、カイロに 四国を置いていてる既存メディアこれはもうね、えー、小池さんについて、えー、これアンタッチャブル、この件は触れないというね、方針になってるんですよ。ねえー、でね、僕はね、あるね、えー、バーでね、えー、これ朝日新聞のね、社会部の関係者ですね、えー、それその人とね、一緒になったことあるんですよ、偶然ね。でそこで飲みながら僕は聞いてみたんですよ。なんでね朝日社会部は ねえー、小池さんのカイロ大学ねあれ追求しないんだと言ったらやっぱあれは角度が低いんですよねっていう話ねしだしたんですねで角度ってのはねこれ要するにね、えー、この事実関係ね、うん、これは事実か事実でないかということを判断する上で、ねえー、事実と判断するという時は角度つまりこれを確かな度って書くんですけどもね角度、えー、これがね えー、すごく強いものであれば、まあ、これつまり、あ、追求しがいがありますよねところが、まあ、カイロ大学が、まあ、卒業したと言ってるというようなことであればね、えー、これ学歴詐称っていうのはこれ角度が低いということになっちゃうわけですよ論理,的論理的にねうんなので、ね、追求しないということになってるんですよねうんねなのでこの都庁記者クラブの記者たちもね 質問できないんですよ。質問できない。ね。というのはなぜかといえばですね、この記者たちが悪いんじゃなくって、このね、それぞれのメディアが悪いんですよ。メディアの内部,内部のね、うん、締め付けというかな。うん、それが、えー、これ角度が低いので、そんなことをやったってダメ,ダメだろうと。無駄だろうと。ね。うん、そんなことをやれば、その小池サイドとの関係が悪くなるだけだろうと。ね。 うん、というような締め付けがあるんですよ。ね、うん、これが問題なんですよね、うん。だけどもね、僕はね、この各メディアのですね、この幹部、あるいは、えー、この都,都庁記者クラブのね記者のね方々にも言いたいんだけども、ね、そうは言っても、質問することは自由なんですよ。質問することは、角度が高かろうが低かろうが。ね それは、ね、あまりに失礼なね、何て言うかな、全然んていうかな、事実関係もね、えー、非常に角度が非常に誰か考えても低くて、そして失礼になるような、そんな質問をするのはこれね、まあ本当にね、無礼ですよね。そんなこと個人的にもね、えー、できません。これしませんよね。ところが小池さんの場合はですよ、ね、これはね、角度がね、えー、低いと言ったって、 これカイロ大学の問題じゃないですか、ね、でカイロ大学と小池さんの関係というのはさっき言ったようにですね特別な関係なんですよ。ね。そしてその他の角度は極めて高いんですよ。学歴詐称しているというね。うん。ね。でこういう時ですね質問しなかったらジャーナリストじゃないんですよ。ね。うん。ね。というのはね 記者会見の時にですね、質問をしてね、ね、うん、質問をして、質問をして、質問をしてね、ね、うん、特に記者会見なんかではね、各社が質問をどんどんするんですよ。ね、角度が引っかろうが高か,かろうがねで。その時にですね、もう、うん、そのね、質問されたね、えー、政治家であるとかね、そういう人はもう追い詰められちゃって、追い詰められて、もうどうしようもなくなっちゃう時があるんですよ。 あるんですそれが記者会見のね、重要な役割なんですよ。記者会見のね。うん。それを生かさなければいけないいいけないし、ね、そのですね、えー、使命、記者会見のね、それを捨てたらもう記者会見じゃないんですよ。ね。これを思い出してほしいんですよ。例えばね、この僕の少ない経験でもですよ、リクルート事件があったんですよね。うん。 で、リクルート事件とかの1988年にね、あったね、えー、これ日本最大の汚職事件っていうね、まあ言われてるね、まあロッキードと並ぶね、事件ですよね。あ、うん、これはリクルートのね、リクルートの関連会社のリクルートコスモスね、それの未公開株、これが賄賂としてですね、政財界、それからマスコミね、もう大々的に配られたわけですよ。ね。これ未公開株ね、これも当然分かってると思うんだけども、 えー、とにかくね、えー、まあ今若干需要が違うんだけども、ね、かつてはね、もう上場した瞬間に値上がりがバーンって値上がりするんですよ。ね。そうするとですよ、未公開株をね、この安い値段で譲ってもらってですよ。あるいはね、えー、この時はまあタラでもらってですよ。そしてそれをね、ボーンと上がった瞬間に売り抜けたら相当なお金になるじゃないですか。ね。だこれが賄賂なんですよ。賄賂。ね。 ね、でこの時その政界関係者ね財界関係者マスコミ関係者をもらったんですよ、ね、で僕はねこの時ねあのー、今の財務省ね、うん、財務省これはねその時大蔵省って言ったんだけどもその記者クラブにいたんですよね僕は経済経済部で経済部でしたからねあ新聞の時はねうんでこれはね財政研究会っていう、ね、記者クラブなんですよ、ね、でそこでね、えー、その時の 大倉大臣ね。これがね、宮沢貴一さんなんですよね。後の首相になったね。宮沢貴一さんね。うん、でね、この時ね、宮沢貴一さんもね、えー、この秘書がね、もらってたんですよ。秘書がね。それとこの時もね、秘書が秘書がって逃げるじゃないですか。ね。で、この時ね、秘書が秘書が。まあ、当然ながら最初は逃げますよね。うん。で、そのままね、このひ、確かにね、名義は秘書なんですよ。秘書ね。 とこころががれ常識でで考考えて誰が考えたって、誰たわかか。るじゃないですか秘書にねこんなですねあの未公開株をリクルートがねただでやるわけないじゃないですか。ね。これ当然だから宮沢さんにやったに決まってるわけじゃないですか。ね。うん。でそのことを、ね、みんなね知ってるわけですよ当たり前ですよね。うん。ね。そして、えー、その時ね記者会見ね宮沢さんの定,定例記者会見ねありますからね。 うんね、その時に我々がね追求したんですよ。追求。ねうん、これ僕もね聞きました。他のね社の記者も聞きました。うん、56人、78人ですかね。みんなねそれぞれ素朴なね疑問をぶつけましたよ。ね素朴な疑問そしたらね宮沢さんもね答えられなくなってきちゃったんですよ。ね、うん、これどう考えたって合理的におかしいのでね。 うん、その合理的な疑問を素朴な疑問も含めてどんどんぶつけたわけですよ。で宮沢さんね、ついに答えられなくなっちゃったんですよ。うん、っていうね,、うんねで。これどういうことかというとね、我々ね、経済記者、ね、その当時のですよ、経済記者も基本は社会部記者なんですよ。基本はね。うん、で僕はね、地方でね、水戸と山形とね、経験してますけどね、5年間ね。 大体各メディアはね、まあ5、6年間、7、8年間いろいろありますけどね、地方を経験して、みんな社会部的な、ね、取材をね、積んでるんですよ。ね、それが基本にあるんですよ。ね。なので、みんなその宮沢さんの記者会見の時に、同じね、その社会部的な記者のね、あれを思い出して、ね、素朴に質問するわけですよ。答えられなくなしたで。その翌日から翌日、翌々日だったかな、宮沢さんはね、辞任したんですよ。 ねうん、つまりそこまで追い詰められちゃったんですよ。それは何でかというと、我々記者がね、質問をずっとしたからですよ。そこで行き詰まっちゃったわけですよ。もう答えられない。そこでもう辞任しかないとなったわけですよ。ね。で、その時ですよ。我々その時の記者がですよ。これ角度が低いということで、黙ってたらどうなりますか宮沢さん辞任しないですよ。そのまんまですよ。そのまんま。ね。 まあ他のね、あの、政治家もそうですよ。これ各ね、至るところで記者会見開いて、各いろんな政治家も追い詰められたわけですよ。ね。これね、うん、ね宮沢さんの例で言うように、秘書がもらってるんですよ。だったら角度が低いじゃないですか。ね。宮沢さんがもらってるというね。だけど、常識で考えたら、そんなことありえないでしょ。なので、みんなね、常識の質問をしたわけですよ。 そして行き詰まっちゃったわけですよ。そして辞任ですよ。小池さんも同じなんですよ。ね。うん。カイルだよ、そういう風に言ってるかもしれないけども、さっきね、えー、説明したように、そういう構造はもう上司で考えてわかるんですよ。ね。うん。うん、そしてえ、他の情報では、もうとにかく小池さんは卒業していないってことはもう、てもう決定的に分かってるわけですよ。ね。 その時に角度低いなんて言ってね、全然質問しない。ね。ところがこれどうですかね。僕のような記者たちがですよ。いたとしてですよ。都庁記者クラブ。同じように波状攻撃的に質問したとしたら、ね。これ多分小池さんはね、もう詰まって辞任せざるを得なくなると思いますよ。ね。ということは、都庁記者クラブが基本を忘れているので、ね。うん。基本を忘れているので、 小池さんがそこに居座っ,ってるわけですよ。そして小池さんの周りの人たちもね、うん。で、僕に対してね、俺を知らんのか、なんていうね、そういうふうにね、意気込んで、凄んでいた東京都議ね、都民ファーストの。こういう人たちを野放しにしてるんですよ。野放しにしてるんですよ。ね。うん。そういう人たちに質問をぶつけなきゃいけないんですよ。ね。うん。ね。ここなんですよ。 ここを考えなければいけないんですよ、メディアは。ね。うん。それをね、僕はね、とにかく強調をしたいと思いますね。非常に強調したいと思います。これはね、決定的な問題だと思いますよ。決定的な問題ね。うん。これをやって、そしてね、もうみんなわかってるわけじゃないですか。ね。これ、都庁記者クラブのね、人たちもね、何人かね、この僕の動画ね、見てくれてると思いますよ。ね。うん。 まあ、都庁記者クラブのね、何人かの記者とはね、まあ、ある程度仲良くなったっていうかね、うん、世間話的なことをね、まあするようになりましたんでね、僕はあえてね、言いますけど、僕の考えはそういうことです。そして、これは、古今東西、ね、ジャーナリストはみんな同じだと思います。アメリカでも同じです。そうやって、記者会見を無駄にしないんですよ。ね、なんだろうと、ね、うん。 あもっとバカと思われようと何しようととにかく質問するんですよ。そうするとみんなね、権力者はそこで <laughs> 行き詰まっちゃうんですよ。同じ人間なんだから。ね。常識的な論理には勝てないんですよ。それはね、勝てないんです。ね。うん。ね。図書記者クラブのね、このね、図書記者クラブにね、所属しているっていうだけでね、まあ優秀な記者じゃないですか。ね。 各社ののエーススクラスのね、うん、なのでね、これはね、思い出してほしいですよ。ね。うん、思い出してほしい。そして、ね、うん、記者ってのはとにかくね、会社が何を言おうとですよ。上司が何を言おうとね、うん。だったら俺の首を切ってみろと。そのぐらいのやっぱり反骨の精神があるからこそ、記者をやってるわけじゃないですか。ね。うん、そうやってみんなね、新聞社なりね。 テレビなり就職したわけでしょ通信社とかね。ね。うん、俺の首切ってみろと。<laughs> ね。そういうことになるわけですよ。そして各メディアの幹部の方々もですね、その基本を思い出してほしい。そうしないと、ね。まあ、小池さんをはじめですね、この国の権力者たちは、ね。もう、ジャーナリストなんかメディアなんかもバカにしまくって、まあ、所詮元気のない、ね。 元気のない奴らだろうと。ね。うん。一言言いやあね。あいつら黙っちゃうんだから。ね。そんな怖く怖がるなと。そんなようなことを裏で喋ってるんですよ。ね。うん。それじゃダメなんですよ。ね。うん。ね。反対にビビらせなきゃダメなんですよ。ね。うん。もっとメディアが怖くならなければ。ね。うん。でね、僕がね、えー、この現役っていうかな。 新聞社にいた頃ね、朝日新聞にいた頃、その頃に比べてね、やっぱりね、どんどん後退してると思いますよ、メディアね。うん。それじゃダメですよ、陣地をね、交代させたら。ね。遠慮することないんですよ。遠慮することないんですよ。どん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 行きゃいいんですよ。何ができるってわけじゃないんですから。ね。うん。どんどん行けばいいんですよ。ね。 まあ、とういうようなことでね。まあ、八王子もね。まあ、いろいろね、今言いましたけどね、うん。まあ、そんなようなことがね、終わってね。まあ、どたてたうか、まあ、ドタバタ、ドタバタのね、一日やってました。ね、うん。そしてね、帰りですね。帰りもね、えー、これ、もちろん小池さんとね、同じ飛行機ですよ。ね。うん、この小池さんと同じ飛行機ですよねで。その時ね、帰りもね、やっぱりね、僕はポストしたんですよ。 ね、帰りの飛行機の中でね、えー、こういうポストしたんですねえー、っとそう読みます読みますとね「ただいま八丈島空港出発直前小池知事には二度ほど質問を投げ,ける投げかける機会があり、えー、1976年5月に進級試験に落第しているのにその年10月に卒業するのは不可能でしょう」と大声で問いかけたが無視された「えー、雪のお飛行機と同様今も」 え小池知事は10メートルほど先に座っているが、無限の距離がある。っていうね、ツイートしたんですね。ポストしたんですね。で、これもね、えー、20万を超えましたね。この視聴をね、見てくれる人たちね。えー、それからいいねがね、7600つきましたね。うん。ね。これね、無限の距離っていうね、僕はね、えー、書いたんですけどもね、うん。10メートル先なんだけど、 そのの小池さんと僕はもう無限の距離があるなと、ね、まあこれ当然ですよね。当然ですよ。ね、これどういうね距離かというとですね,ね。嘘と真実の距離ですよ。嘘と真実の間はですね,ね。うん。嘘と真実の間は無限の距離がありますよ。まあこれは常識ですよね。うん。これはよく分かりますよね。嘘と現実の間は、嘘と真実の間はね。 うん、でこれどういうことかというとねもうさっき紹介しましたけど北原桃代さんがね自分の記録に基づいてはっきり言ってるわけ書いてるわけですよ言って喋ってるわけですよ1976年5月にね新旧試験失敗そして、えー、12月にね小池さんが帰国したこの5ヶ月間でですねあ、ねうんえー、の進級試験失敗したのが分かったのが1976年7月ですから。 7月から12月までの 5, 月5ヶ月間で、ね、最終学年の4年生にもなってないのに、おそらく2年生ですよ。どうやって卒業するんですかね、何度も言うように、スーパーマンでも無理。ね、うん、藤原道長でも無理。<laughs> ということですよね <laughs> あ。ということですよ。ね、これが一つ。それからね、これひとき万札で僕がインタビュー動画ね、撮った、聴導員大学さんですね。 浄土院大学さんというのはねこれ小池百合子さんをはじめ小池ファミリーをねもうずっとねもう本当に経済的な困窮状態に陥った小池ファミリーを経済的に救った人ですよ大恩人ですよ大大大恩人ですよねっ浄土院大学さんがねこういうふうに救ってくれなければ小池百合子さんの存在はないんですよ全くないんですよ 大恩人なんですよね、うん、なので、この小池裕次郎さんがね、いろいろ失敗してですよ。そして、潮道院さんの非書役的なことをね、仕事をしていたわけですよ。そして、えー、このカイロ大学にね、まあ一応入ったと。ね、まあこれもね、コネ入学なんだけども、小池さんね。そして、卒業できないと。ね。そういうね、相談を受けたんですよ。どい院大学さんがね。この小池裕次郎さんから、父親からね。そして、 この父親が言うには、もう有力はもう無理だと。アラビア語もできないし、卒業を諦めたと。金もかかるし、もう無理だと。ね。というようなことを相談を受けるわけですよ。ね。だけどこれ中退でね、カイロ大学中退という肩書きで日本に帰ってきても、ね。これも相手にしないわけですよ。誰もね。あ,あそうですかってぐらいでね。うん。そこで調道院さんがね、これ調道院大学さんが僕にはっきり言ったんですよ。ね。自分が言ったと。 どういうことを言ったかというと、卒業したことにしておけと。と、ちょうどいいさんがその時提案したっていうんですよね。うん。ね。そして、このちょうどいいさんと小池裕次郎さんの間で話し合ったんですよ。ね。小池百合子。ね。卒業したことにしておこうと。ね。うん。でね、ちょうどいいさんね、話してくれましたけど、このね、お父さんの小池裕次郎さんにとって、小池百合子さんが、 もう希望のですね、えー、まさに希望の日だったんですよ。つまり、えー、小池祐二郎さんもね、いろいろ正解に羽ばたいて、ね、いろいろしたいと思っていたんだけども、もう全然できなかったですよね。うん、全然、ね、うんまあ、力がなくて、全然できなかった。なので、それを小池祐子さんに何とかやってほしいと思っていたんですよ。ね、そして、売り出してやりたいと。売り出したいと。と、ね。そこで、このカイロ大学ね、卒業したことにしておこうと。 いう話になったわけですよねあこれがねあの最初のスタートなんですよねあそしてさらに言えばね卒業を諦めた小池さんが小池由里子さんが本人がど動員さんなとこに相談に来てるんですよねその時のボーイフレンドかねどうかわかりませんけど空手をね有断者はね連れてきてですよ回路でね 空手の雑誌出したいと思うんですのみたいなねことでねそしていくらかっていうかな援助してくれませんかということね、うん、来るわけですよそして調動員さんがそこで400万円ポンと出したわけですよ調、まあ、動員さんはねまあとにかくそねすごいお金大金持ちですからね,、うんねうん、でもちろん金融関係もねまあ住友当時の住友銀行であるとかね野村証券とかねものすごくものすごい付き合いありますけどね,、うんねうん 言葉券をポンと出したわけですよ。ところが、ね、うん、ね、出したにもかかわらずですよ、その空手雑誌ね、一冊も送られてこなかったって言うんですよ、昭和医道調道院さんのもとにね、こんな無責任な話はありますか、ね。で、一冊もね,ね、送ってないのに、一年後に、あの空手雑誌もうやめました、みたいなことを言ってきたって言うんですよね。あまあ、調道院さんはね、本当にね、心が広いっていうかね、えそれで、 えー、まあしないっていうかね、あのー、小池百合子さんをまあちょっと秘書的な感じでね、えー、ちょっと雇ってやったということでいろいろお手伝いさせたということですよねうんそしてそのうちにえー、ねえね、ー、竹村健一のね世相講談そのアシスタントで使うという話が舞い込んでそこから始まるわけですよ、ねうん、でちょうどお兄さんが言ってましたけどね小池百合子さんの真実というのは 関西学院大学1年中退カイロ大学2年中退これが真実であるとねうんそしてこのことをはっきり認めなければいけないとちょうど恩師さんがねはっきりと言ってましたねで僕がね、えー、言ったこの無限の距離というのはこういう真実とそれから小池さんが今ね嘘をつきま,ってまくっているこの嘘とねその嘘と真実との間は無限に距離があるということですよね なので10メートルしかね距離をねなかったですけど飛行機の中でね小池さんが座ってるねもうこれ嘘で固めたねこのね場所ですよそれから僕の座ってる場所ねこれは聴導員さんとかね話をたっぷり聞いて北原桃代さんのねこの本ですねこれは僕もね何度も読んでそしてきっちりとねこの文脈でね整理しましたからねその真実との間で、ね、無限の距離があるんですよ これをね、改めて感じましたね。この八丈島ね。うん、まあ、これからね、選挙戦がどうなりますかね。うん、まあ、小池さんがね、まあ、リードしているということなんですけども、果たしてどうなることでしょうか、ということですね。まあ、ということでね、今日はね、八丈島、ね、小池百合子 in 八丈島ですね。これのスペシャルリポート、特別報告ですね。これをね、あまあ、ちょっとね、日曜日ですけども、お届けいたしました。ね。うん、まあ、そしてね、最後にね、 またちょっとコマーシャルタイムをね、えー、ちょっといただきましてですね、えー、ちょっと短めにね、これはコロナ日本国書ですね、えー、これコロナ対策、感染症対策は非常に重要なんですけどもね、えー、これは自民党政権の下では科学的な知見に基づいた対策ではなくて利権に基づいた対策になってしまってるんですね。なのでね、失敗せざるを得ないんですね、ぜひ読んでいただきたいと思います。それから、原発と日本列島ですね、 えこれはね、地質学者でありながら、ありながらえー、同年動力の核燃料開発事業団にですね、30年間在籍された土井和美さんですね、えー、この方がね、能、え、登、ー、半島をはじめ、全国の地質を調査してですね、日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけない、なぜなら危なすぎるからだっていうね、えー、結論を出したんですね、まあ、生涯をかけて出した結論で、えー、そのことを分かりやすく書いた本です。ぜひ読んでいいいたただきたいなと思います。それから、<laughs> アメリカ新聞学の貴州トミー・オレンジですね、えー。これはね、アメリカの数百の賞であるヘミングウェイ賞、それからね、全米図書館賞を受賞したですね、非常なる問題作ですね。えー、ドストエスキー、それからウィリアム・フォークナーのね、直系にあたる作家ですね。えー、僕が見る限りですね、21世紀のフォークナーになることは間違いないと思いますね。えー そしてね、これがね、物語としてもね、非常に面白いんですね。なので、翻訳、日本語訳はですね、非常にこの、なんていうかな、普通の日本語として読みますので、えー、これはね、どん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 ね、物語の面白さに引き込まれて、どんどん読み進めることができるですね、えー、これ本当に素晴らしいね、あのー、実験作ね、ね、非常に優れた小説だと思います。ぜひ読んでいただきたいと思います。それからこれがですね、 僕が関係させてもらっている五発消防診者の新刊なんですけども今日本全国ね地方の方では本屋さんが少なくなって本を直接買えないとかあるいはアマゾンでも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかもしれませんけれどもそういう方は五発消防診者に直接ファックスなり電話なりしてきていただきたいと思います郵便、えー、振込とか銀行振込で対応したいと思います五、えー、発消防診者のファックス番号電話番号は104の方ですぐにわかりますので、えー、遠慮なくですね行ってきていただきたいなと思います まあ、というわけですので、えー、本日はですね、えー、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。